はい、じゃあ今度日本語で、はい、今日は今まではちょっと外国人向けのどういうマナーをしてわなくちゃいけないとか、日本のなんか家賃制度、賃貸制度の特徴とか話してたんだけど、うん、今日ちょっとオーナー向けて、持ち主向けてなんで外人を受け入れるべきと。自分の経験では東京ではもう過半数の物件が基本的に外国人は受けられていないんですよね、東京でも。悲しいんですけど、田舎行くともっと大変だけど、特に東京の中で。でこれはまあ例えばマナーとか言語とかできてもとりあえず一定拒否とかってなんか入ってくるから難しいんだけど、それはなんか結構外国人、積極的に外国人を受け入れるようにしてるんだけど、はい、それはもう持ち主にとってやっぱりマナーの悪い外人とかってなぜ検討すべきことはでしょうかね、うん、やっぱりそれ一番に空室対策であるんですよね、うん、空室対策ってすごくオーナー様の、東京のオーナー様でもすごく問題になっています、うん、で日本では実は少子高齢化といって子供が少なくなってお年寄りが増えているっていう現象があって、その中でやっぱりアパートに住む人自体が少なくなっています。だいたい東京には300万棟ぐらいのアパートがあるんですけど、だいたい 16.5% は空室、誰も入っていない状態なんです、うん、なんだけど東京に来る外国人っていうのは本当に年々増えてっているので、その中で海外の人もどうぞ住んでくださいって言って裾野を広げることでそういった埋まらないお部屋っていうのも決まっていくものだと思うので、一番はやっぱり空室対策にとって一番メリットがあると思います。うん、それ16% 空いてる？空いてるんです。日本悲しながら。じゃあこんなに東京人がいるのに、うん、やっぱりそうなんですよ。空いちゃってるお部屋はたくさんあって、で中にはオーナー様でもそのお金をかけてリノベーションとか、うん、フリーレントとか、うん、家賃をすごい下げたりしてもっとこう魅力のあるお部屋にしてるお部屋さオーナーさんも多いんですけど、そんなことをやっぱりしなくても増えてる人口をこう受け入れれば、うん、そういった 16% も埋まっていくと思うので、お金をかけなくてもいい対策の一つだと私は思います。外国人紹介してアパートを入れてるんで、そういう実例ははいあります。うまくいってます。うまくいってますね。でもやっぱりそれは嬉しい。やっぱりお互いが安心するのが一番なので、わからないことがあったらどんどんエージェントに聞いてお部屋探ししていただければ、はい、というふうに思います。わかりました。じゃあそうねまあメインはそういう空室対策で本当なんかどんどん貸しにくい状態になってて、うん、それ人口が一番増えてる部分は多分外国人で、それちょっと心入れちょっと開けたらもう収入もあるんで、そういう利点が、はい、ぜひちょっと考えていい外国人いっぱいいるんで、うん、でもう日本人もだって海外よく行くし、なんかそういう立場になることもあるから、それもちょっと配慮して、まあ、個人で話してくれたら一番いいと思うんで、なんか悪い外人もいると思うんだけど、悪い日本人だってもいるしね、うん、やっぱり人をよく見て。ね、話したらね、なんか外国人、日本人でも問わず、それ嬉しいんですよね。はい。ということで、次の動画最後、このシリーズの最後の動画で、また英語でなんかそういう外国人がアパートを探すときにはどうやって一番持ち主が安心して、そしてなんかそういうエージェントにもなんかアピールができるのかってちょっとアドバイスしますんで、次の動画もぜひ見てください。はい。